サンドの飯よりスプライト。どうも、ハルです。で、トガヤです。本日ね、犬山に来てます。犬山城下町ですね、はい、ってことでね、旅ログダイアリー第5弾ということで、早速、食べ歩きしていきましょう。じゃあ、レッツゴー。今回はこちらの本町通りを紹介していきます。店舗名はこちら、恋小町で、こちらがね、一番人気のハイカラ恋小町セットということで、これがね、はちみつゆず、はい、これが桃、こしあんいちご、あまおういちご、みかん、ずんだで、この2種類は選べるんだけど、全部で4種類から選ぶ、うん、煎茶と紀州梅あんと滑らかカスタードときなこあんで、ちなみに俺が選んだのが煎茶と滑らかカスタード。なるほど。な感じの8種類になってます、はい、じゃあまずはゆずからいただきます。うん、めっちゃゆず。続いて桃いきます。まあ本当に桃って感じなんだけど、じゃあ次、3つ目いきます。あんこといちごは絶妙。じゃあ次、煎茶で。お茶の風味がすごい。はい、次2本目です。あまおういちごから。さっきのこしあんいちごよりもっといちご感すごい。じゃあみかんいきます。フルーツのみかんっていうよりはなんか違うみかんの味じゃあ次、ずんだ。甘くなさそうじゃんね、みたいな、うん、めっちゃくちゃ甘い。甘いだ。じゃあカスタードいきますね。めっちゃ美味しい。これカスタード好きなら絶対選んだ方がいい。食べ終わったんですけど、これどうですか、トータル何点ですか。これ56点。またこれ辛口コメントですね。ちなみに何点満点。56点満点。何点やねん。では続いて、犬山牛太郎。ということでね、飛騨牛ミニ、これね、味付けね、3種類あるんだけど、わさびが一番おすすめってことで、わさび選びました。いただきます。肉ね、めちゃめちゃ柔らかい。わさびとね、このタレがね、絶妙にいい。続いて、2店舗目。3店舗目や。てことで、3店舗目はワールドキュイジーヌパスポートカプレーゼ串です。じゃあ、いただきます。めっちゃお酒飲みたい。うん、居酒屋とかにあったらやばい。これ4店舗目は本町コース。練乳絡みながらね、うん、これはマジでめっちゃうまい。え、なんかね、いちごね、なんだろう、凍ってるからさ、シャーベットどうなんですよ、うん、続いて第5店舗目、評価の揚げよもぎの3連じゃね、死ぬほどうまいらしいんだよ。死ぬなよ、頼むから。はいです。お、音がすごいぞ、うん、これサクサク、音はサクサク、中はトロトロ、めっちゃうまいよこれ。そんなに。ってことでね、6店舗目五平餅。ありがとうございます。なんか昔ながらって感じのお店だな。すごい可愛らしいサイズだね。じゃあいただきます。味付けすげえ。マジでこのサイズ感でね、100円、食べやすい。やっぱ小さいから。こういうのこげる。7店舗目おほり串。一言言います。外はサクッと、中はもちっと。え、このたくあんと交互にこの食える感じがまたすごいいい。ラスト、こちらです。その場でね、焼いてくれたんで絶対美味しい。しかも、あふれてる。すごい。すごいね、ボリュームが。じゃあ、いただきます。
で炙れると思っちゃう。うん、パンが薄れるぐらい肉が強い。あ、そうなんだ。うん、さすがこの量だね。まあ、量がね、すごい、すごい。これ何がすごい？ゆっくり叶えてほしい。これになりますよね。お、はい、ってことでね、犬山旅歩き終了しましょう。いや、今まで伊勢とかね、大須とか行ってからね、いっちゃんきつかった俺。確かに重いの多かった ね、まあ、多かったんですけどね、味は確かなんでね、ぜひもしね、犬山城下町遊びに来ることがあれば、はい、参考にしてみてはどうでしょうか。バイバイ。